はい、ということでですね、今回はプリンターを使っていろんな、ものをね制作していったんですけど、本当にめっちゃ可愛いんですよ。ひまとかが特に喜んでくれてて、子供たちと一緒に簡単に作ることができるっていうのでも私はすごくそこが気に入っているところです。何よりすごいなって最初プリントして思ったのが、めちゃくちゃ色が綺麗に入るんですよ。これもこう見てもらったら分かる通り、一つ一つがめっちゃ綺麗に色付けされています。でムラもないし、にじんだりとかもないので、そこもすごくいいなって思っているところです。一般的にあるそのプリンターのインクってカートリッジ方式っていうのが主流なんですけど、今回紹介したエピソンのインクがエコタンク式なので、まずめちゃくちゃインクが持つっていうのと、こんな風に簡単にインクを入れることができます。カートリッジ方式ってインク自体がすぐなくなりやすいっていう風に言われてたんですけど、このエコタンク式になることによってインク持ちも良くしてくれます。私が前使ってたプリンターと比べると、やっぱりめっちゃ綺麗にインクがつく、ですごく綺麗にプリントされるっていう感じなので、お店でやったプリントと綺麗さが同じぐらいなんですよ。なのでほんまにめちゃくちゃいいなっていう風に思いました。アプリで連動できてるんで、携帯で好きなものを選んでそのまま直接プリントできちゃうっていうのもすごく便利。なんかパソコンが苦手な方とかいるじゃないですか。でパソコンやとなかなかこう使ったことない人とかやと面倒くさいなって思ったりするけど、スマホからほんと写真選ぶみたいにするだけなので、そういうところでもめちゃくちゃ簡単。今の時代ってもうスマホが手元にあるの当たり前になってる時代なので、もうスマホでパパってやっちゃえば結構ハイレベルなものが出来上がるっていう風になっています。あの物を作ったりとかお店屋さん作ったりとかね、いろいろしていったんですけど、ああいうのってやっぱシートを買うのに買いに行ったりとかしないといけないじゃないですか。でもプリンターが家にあれば家の中で全ての作業ができるので、足りなくなったとか買いすぎたとかもないので、まあ、やっぱり全部ひっくるめると結構な低コストにもなるのかなっていうふうに思っています。でなんかもう今ってすごいこう安くでいろんなものを手に入れられる時代になってきてるなっていうふうに思ってて、どうしても子供に買い与えてしまうことばっかりになってたんですけど、なんかこういうプリンターを使って一緒に制作したりとか、一緒に何か作って思い出作ったりとか、あとは今後小学校とかに上がった時自由研究でも使えますし、でそれ以外でもステッカーとかラベルも作れるので、ちょっとこう収納場所をおしゃれにして分かりやすくしたりとか、まあ本当にねそれをおしゃれに作ることができるので、まあそういうところでもおすすめかなっていうふうに思っています。今ならですね、プリンターとそれからインクを一緒に購入していただくと Visa ギフトカードがキャッシュバックされるキャンペーンが行われてます。概要欄ね Amazon のリンク貼ってあるのでチェックしてみてください。いやでもほんまにこれめっちゃ楽しかったです。まさかプリンターでここまでできるなんて思ってなかったんで、これからもすごい作っていきたいなって思っています。とにかくひまがお店屋さん喜んでくれてめっちゃ良かったです。ということで今回はプリンターを使っていろんなものを作っていきました。それではまた皆さんお会いしましょう。バイ。